その日スリラーナイト店内すごく混み合ったんですよ。で、ライブ終わった後ですね。僕名宿場ってこう歩いていくわけなんですけども。もまあ、そんな中で男性のとにかくまあ、年齢で言いましたら、40代半ばぐらいの方ですね。わざわざこう席から立ち上がってまで。面白かったよと言って褒めてくれたんです。 で僕もね褒められたらやっぱ気分がいいもんですから「あそうですか」と言って席に近づいてったらまたこのお客様「一緒に飲もうよ」って言ってくれたもんですから僕も席について一緒にねこうお酒飲みながらわわー,ー喋ったんです。でこの話が盛り上がっていく中お客様が「いやーでもな翔平君俺幽霊信じねえんだよ」そう言ってきたんです。 まあでも僕ですね、まあ、それ聞いた中で「えそうなんですか?」ってちょっと大きめにリアクションを取ってみたらいやー結局さ幽霊がいるかいないか、まあ、そこが気になって階段好きなんだって言ってくれたんですで僕もそれに対して「ああだからうちのお店来たんですね」って言ってる最中に急にこのお客様表情ふって暗くなったら「あだけどさ体験談はあるよ」一言そう言ったんですよ で僕これ聞いた瞬間テンション上がったんですねでこれ何でかって言いましたらその当時幽霊を信じないっていう方の体験談聞いたことなかったんですですから僕えどんな体験したんですかと聞いてみたらいやまあよ面白くはねえけどと言ってこのお客様話を聞かせていたいたんですね でこの方ですね、僕、名前を聞き忘れたもんですから、ここでは A さんとしますけども、この A さんが、今から二十数年前、またですね、高校生の時に体験したっていうお話なんです。A さん、高校生の時とてつもないね、ヤンキーだったっていうんですよ。もう毎日、無免許でバイク乗り回して、パトーカーに追われるそんな日々。で、これ A さん、1人でやるんじゃないんですね。 仲間が4人いたもんですから A さん含めて5人で毎晩毎晩バイクで街を暴走するでこの日もですよ仲間たちとバイクブワー走らせしてるとパトカーがフッフッと出てくるんですがいつもだったらパトカー出てきても2台3台でもこの日ついに警察が A さんたち捕まえると本気出したんでしょうねざっと見で白バイパトカーが10台ぐらい四方八方から飛んでくるんです で、このまんまね、5人固まって走ってると警察に囲まれておしまいですから A さん一言だけ「いつもの場所な!」言った瞬間にみんなうわわっっとちったわけです。で、この「いつもの場所」どっかっていうと A さんたちですね毎回毎回バイクで街を暴走した後、最後に集まる場所があるんですでこれがどっかっつうと「もう潰れちゃったラボホテル」 ハイラブホテルの1階ロビー集まってみんなでくっちゃべってから帰るのが日課なんですよですからさっきの「いつもの場所な」っていうのは「あのラブホに集合ね」って見合い A さんですねまあ戴冠時間で言いましたらだいたい20分から30分パトカーや白バイから逃げ回ったっていうんですねでどうにかこのねパトカー白バイを巻いたもんですからみんなが待っているはずのホテルバイク走らせて向かうわけです で、ホテルの前についてみたら仲間のバイク4台止まってるんですよ誰も捕まっていないで A さん「うわよかった」って思いながらバイク止めてホテルの中に入っていったんですで中に入ってったら仲間たち A さん心配してるんですよなあ A なつさ遅すぎねえかいやあいつよ捕まったんじゃねえか、まあ、こんなね会話されてる中で A さん「おい誰捕まんだよ」って大きい声出してくと いやお前さびっくりさせんなっててかよ。今日マジやばかったよな。と言ってそこからいつも通り楽しい時間です。みんなでねバカ話やってゲラ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 笑うんですよ。で A さんがみんなと合流して1時間たつかなぐらい外からです。 雨が降ってきたんです「うわ最悪だよ」な「などうする帰ろうか」と A さん提案したんですけどもこの雨ものすごい弱かったもんですからみんながみんな「いや帰るには早いだろう」うと言ってこの瞬間は帰んなかったんですでもこの判断が誤りだったんですねこの雨どん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 強くなるしまいにはシャワー見たくなったんですいやーだからさ俺さっき帰ろうったじゃねえかよ と A さん言ってる中 A さんの隣 B くんっていう男の子をって立ち上がると辺り凶器を見渡すんですおい B お前どうしたんだよいやあのさしょんべんしてなって思ってしょんべんしてこればいいじゃんかあでもほらいっつもだったら外でするじゃんかでもこの雨だろ出たら濡れるじゃんなこのホテルよトイレどこだっけトイレいや B お前さ何言ってんのよ このホテル電気も通ってないし水もないんだよトイレ行ってもしゃあないっていやだけどさなんかその辺ですよりマシだろうよいやトイレどこだっけなと言ってる中登場人物もう一人増えます C 君っていう男の子懐中電灯を手にパッて取ったら C 君背後を照らしたんですでその先には扉が1枚で C 君一言「これじゃなかったっけ?」そう言ったんですよ

お前よくトイレ覚えてたないや俺よ一回使った記憶あるんだよ。てかどうするえこの雨じゃ帰るに帰れねえなとまたですねおしゃべりが始まったわけなんですけどもこのね B 君なんですよトイレ行ってから5分経っても10分経っても帰ってこないでここで A さんピーンと来たって言うんですねああ B のやつうんこしてるなもうそう思ったって言うんですよ でまあ高校生ってねもうくだらないこと好きなもんですから A さんトイレに向かって「おい B お前さションベンツってうんこすんのお前反則だって!」馬鹿にするんですでも馬鹿にされてる B くん面白くないじゃないですか返事返ってこないんですねそしたらここの仲間たちも「お前何無視してんだよ」と A さんに乗っかい出したんですそれでも B くん返事しない ここで A さん、じゃあそっち行っかなって言ったら、仲間たちとトイレ向かって歩いていくんですよ。で、このトイレの扉をバン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 叩くんですけども、それでも B 君返事をしない。で、ここで A さん、扉叩きながらドアノブをふっと見てみると、このトイレ、どうやら鍵ついてないんです。おい B、中入るぞ。A さん、そう言った後、B 君の返事を待たずに、カチッキー。 扉開けると中に入っていったんですよ、仲間たちと。そしたら、この先、トイレじゃないんです。トイレなんて、どこにもないんですよ。広さで言ったら、大体12畳ぐらいの大きいね、部屋で、その部屋のど真ん中、テーブルが1台あるだけ。B 君どこにもいないんです。あれ ?B いねえじゃん。てかさ、 トイレじゃねえしとあたり目は足して隠れる場所っつったらテーブルの下ぐらいなもんですからテーブルの下フッと覗くんですけどもそこにビークいないんですよああじゃあ外行ったのかなって窓を確認するんですけどもこの部屋の窓全部が全部買いかいかってるんです外には出てないああじゃあ分かった他の部屋って言ってみたものの今入った扉以外この部屋扉がないんです B 君どこにもいないいやだけどさいなくなるわけねえだろうとみんなでこの部屋をくまなく探したんですでも部屋に B くんいないのも分かったもんですからこのホテルが5階建てっつったっけな1階から5階全部見て回るんですそれでも B くん見当たらないで走行してる間雨がやんだもんですからみんなでねホテルから出てくと B くんのバイクはたまってるんですっていうことは B 君ホテルなんかいるはずなんですよまあただねあんだけ探しなかったもんですから A さんたち時間でいうとねもう深夜の3時は過ぎったっていうんですけどもバイクまたがって B 君の実家に向かったんですで B 君の両親に事情を説明したらもちろんね警察に通報がいってこの B 君の捜索が始まったんですけども結局 B 君見つからなかったんですこの日を境に行方不明 まあこんんなこことがあったもんですからねこの5人の中、まあ、B 君除いて4人の中ちょっとずつギクシャクしてくるんですで遊ぶ感覚もどん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 広くなってって島に遊ばなくなって A さんに関しては B 君のことがずっとかかったもんですから高校卒業と同時 B 君を忘れたいこの時のため A さん地元を遠く離れた大学に進学するんです で、この大学通って4年間、地元に帰ることを一度もなかったんです。まあ、それだけ B 君忘れようと勤めていたって言うんですよ。ただですね、A さん、就職先、まあ、これが決まったおばは面と向かって両親に伝えたいなって思ったもんですから、約4年と数ヶ月ぶり実家に帰ったんですね。で、実家の両親に、俺さ、来月からどこどこで仕事するんだよ。 っていう話をしてこの日一日だけ実家にたまおうと思ったで家の中で A さんゴロ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 してたわけなんですけども、まあ、その当時の A さんって言ったらね年齢でいうと大学卒業してすぐですからだいたい2223歳ぐらいですかもう体力誤ってるんですよですから途中で「おいちょっとさ散歩行ってくるわ」一言残して家を出たんです、まあ、地元ですから歩き泣いた道ですね ずーっと歩いていく中よくみんなで暴走した国道を眺めたりよくみんなで遊んだ商店街を見たりああ <laughs> まあ4年やそこじゃ変わらねえかって思いながらぐるーっと街歩いてってそろそろ家に帰ろうかなって思った時「おいお前 A だよな!」。名前呼ばれたんです。えと振り返ってみたらそこにいたの C 君なんですよ。 おし久しぶりお前何やってんのいやそんなんさこっちのセリフてか何お前帰ってきたのいやまあ帰ってきたっつってもさ明日にはま通りいなくなるんだけどあそうなんだいやてかさえお前よ高校卒業してなんかすぐいなくなったじゃんだからさ俺本当は卒業してからお前に話そうって思ったことを話してねえんだよでさ暇なんだよなちょっと付き合ってうんとあほらそこ喫茶店よく行っただろちょ今から行こうって と A さん C 君に腕グイグイ引かれながら喫茶店入るんです。ですけど、なんだかんだね、A さんも C 入えてら嬉しかったもんですから、話盛り上がるんですよ。まあでもそれもそうですわ。まあだって話す内容も4年以上分溜まってんですもん。もう会話もつけないですね。話、どん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 盛り上がる。ですけど、まあこの会話っうもんはね、どんだけ盛り上がろうが、 途切れる瞬間はくるんです会話パタイとやんじゃったですけど A さんたばこ吸うもんですからおいいタイミングじゃんポケットからたばこ出したんですと一服しながら正面の C 君ふっと見てみると シー君、難しそうな顔して、下向いてるんです。シーお前どうした急にいや、あのさえ、俺実はよ、まだ話したいこと話してないんだわ。おあ、そうだったのまあ、話せばいいじゃんか。いや、でもさ、これ多分絵やがると思うんだよ。ああいや、いいよ。とりあえず喋ってみろって。いや、なら喋るけど、なあのさ、 ええ、まだ話したいこと話してねえんだわ。おうそうだったの話せばいいじゃんか。いや、でもさ、これ多分えやがると思うんだ。えいや、いいよ。とりあえず喋ってみろって。いや、なら話すけどさ。ないえ、あのよ。B ってどこ行ったんだろう。ああ、その話か。あら、あのさ、それに関してはさ、俺、地元出てるか分かんないし、でもあれだよね。お前、それ言ったってことは。 まだ B 見つかってないよなうん見つかってない見つかってないしね俺さ B いなくなったの自分のせいじゃねえかなって思ってんだどうしてだよいやだってさ俺が間違った扉で探してそれを信じた B が中に入っていなくなったんだよ責任感じるじゃんでな警察はもちろん B を探してよだってそれが仕事だもんでもね俺も俺個人で B を探して回るんだけどこの B 探す中嫌な話聞いちゃって え嫌な話っていやあのさ俺らがたまってたらボーテるあのラボーってお前なんで潰れたか理由知ってるかいやーまあそんなん知らねえけどさまあでもホテルが潰れるっつうんだから例えばその経営なんとかよいやそんなんじゃなくてじゃあ,あのオーナーが失踪とからそんなんでもないってじゃあなんでゃ逆にホテルの営業中は覚えてる 営業ああまあまあ覚えてるよとさ確かね俺らが中学校1年か2年ぐらいまで営業しててあてかそうあのホテルさ流行ったよないやだってよよく考えは立町限抜群だもんよあの国道から中に入ってすぐだろって駐車場広くってはやすくってそれこそねあれ俺が中学生の時だよなホテルの前こうわざとね行きしてたんだけど、まあ、いっつも駐車場か満車って書いてあってそう そうなんだよ。あのホテル、いつも満車なの。めっちゃ人気だったの。でも潰れたの。これおかしくないいやもう、言われたすわけはさ、何お前。理由してんなら教えろって。うん。いやあのな、これ、俺、B を探す中でさ、いろんな人たちが言うたんだけど、あのホテルが潰れて言ってね。 あのホテル内で行方不明者いっぱい出たんだってはお前何言ってんのいや俺もさ聞いた話だもん詳しいことわかんないよだけどもあそこのラブホテルねまあホテルだからさ大体カップルとか2人で行くだろでやることやって寝て起きてそしたら彼氏なり彼女がいないそのな行方不明それが多発したっていうホテルなんだよそれが理由で潰れたんだって <laughs> じゃあ,何あの B もそれでいやそれはわかんないけどあとなもう一つ俺さあの時自分の背後の言葉やたらしてそれを信じた B が中に入っていなくなったよねであいつさあの部屋に入って割とすぐだよああああったあったそう言ってんの覚えてるうん おー覚えてるちょっと待ってあいつ何見てあったってたのうんでな何度も言うけどあの瞬間 B は俺の背後の部屋に入ったんだよってことはねあの時俺と B との距離って誰よりも近いのっていうことはあのあああったあったって声あれもな俺が誰よりもはっきり聞いて自信があるんだよでねこれ今さけ言うよ あの声さ、B のじゃなかった。A さん、これ聞いた瞬間、鳥肌止まんなかったっていうんです。いや、じゃあさ、それ誰の声なんだよって話が進むわけなんですけども、これね、A さんの体験なんですから、ここで話おしまいなんですよ。この後結局のところ、一つも張ってなかったっていうんです。未だに B 君見つかってないっていうんですねただ僕これを聞かしてもらった後です一つだけ A さんに質問したんですよそのホテルどこあるんですか聞いた結果教えてくれなかったですまあこれきっとね A さん酔っ払った勢いで思い出したくない過去を喋ってしまったのかもしくは言えば僕がそこに行くってバレたのか言わなかった理由どっちかじゃないかな と思うんんんでですすけけども A さん一つだけミスを犯したんですこの話の話射始めいやーこれさ俺が18時まで埼玉いた時の話なんだけど間違いなくそう言ったんですっていうことはこのホテル埼玉県内にあるんだなって思いながら僕ですねその後こういろいろと調べてったわけなんですけどもまあ調べてった結果 ネット上だとかではね見つけることできなかったんですけども話を聞かしてもらってから1年2年後ぐらいですよ偶然にもですねステージでこの話をやった時に埼玉から来たっていうお客様方から場所を教えてもらったわけですねまあ僕ですねいつかこのホテルに行ってそのホテルのですね真相みたいなものを調べることができればなと思っております で、でそこで僕がまたですね、何かホテルにまつわる体験をしただとかそのホテルの話をまた仕入れたっていうことがあればこんな形で披露させていただきますのでこれからもよろしくお願いいたします。それででは、語りり手の翔平でした。ありがとうございます。